のけです。ゆてぃです。ランキーです。こんにちは。チャンネル T オリーブです。はい、ちょうどねフランキーが来たんで、はい、せっかくなんで試作品のシャフトがあるんでドラゴン勝負やっていきたいと思います。ちょっとハンデとかいるんじゃない？これ。いります。いるやろ。え、こんな華奢な。ええ、太ってるよ。あれ？いつも違う。いつも違う。どうするハンデ？とりあえず、うん、僕が30ヤードもらって。はいはいはい。で、ミューティーが100ヤード。100ヤード。100ヤード。で、フランキーがゼロで。ゼロで。なるほどね、はい、なんかかけたいですね。まあ、そうですね。私物なんかプレゼントしたいですよね。あそうですね。はい、はい、視聴者の方にサイン入りボール、サイン入り、フランキーのサイン入りボール。フランキーやっぱこのネックレスも渡さなかったじゃん。これ、うん、なるほど。使用済みフランキー。絶対言えないと思います。僕もつけてますから。あ、そうですね、はいはいはい、フランキーの使用済みと、ね、イヌミックのネックレスプレゼント。負けた場合ね、負けんかったらいいから。まあ確かに、うん、そうですね。何球打ちます一人。え、ドラコンは3かな。3の1。3の1。え、横のあれいなしの方がなしで、ね、横なし、もう単純に飛距離だけの勝負。あ、いいっすね。じゃあ3球勝負で、はい、はい、クラブは合わせようか。そうですね、もうこれでいきましょうか、うん、この、そうですね、グローレがちょっとミューティーチーピンしてたんで、はい、ちょっとヘッド変えてみました。はい、はい、ちなみに QI 点のノーマルで、はい、やっていきたいと思います。で、シャフト試作品のシャフトでやっていきたいと思います。はい、順番は ミューティーからいってもらいましょう。ミューティーからいきましょうか。はい、じゃあ僕最後で、はい、はい、お願いします。お願いします、はい、お願いします。3球勝負な。はい、一番飛んだやつってこと。そうそうやな、はい、3球中の一番飛んだやつね。そうですね。お願いします。お願いします。マンブリよ、マンブリ。はい。ボール見せとこう。やばい。スリックコーン。はい。はい。はい。いいんじゃない？あ、左に。見えて。いい、やっぱ飛んでる。いや、これ100やろ。359。ちょっと、しかも全然曲がってない。曲がってない、やっぱヘッド変えたらちゃうね。すごい、ヘッドでこんなに。ミューティーの場合はグローレよりこっちの方が合ってるんよ、ね、このシャフトやったら。すごい。めっちゃまっすぐ。ちょっと曲がったかな、うん、左に、うん、でもさっきよりは全然前、さっきよりは、はい、飛んでるし、ほんでよし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 、お、44になったし、さっきよりもやっぱりスピン量も2000回転台になってるんで、うん、やっぱり2300、こっちのヘッドの方があってますね、はいはい、ラスト、さあラスト、思いっきりいこう、はい、よかったな、フランキー。もうこの時点で359。記録 259.2。 はいはいはい、で、ハンデ100です。ってことは、トータル300? 359、はい、あ、でもええとこちゃう。おー、僕もちゃんとスリクソンでいきます。日の計が30やな、プラス30ってことは、ミューティー抜こうと思ったら330ぐらい。330? 330絶対無理や。いや、でもこのシャフトだったら可能性あるよ。なるほどな、曲がっていいから、はい、よっしゃ。
きます。飛ばせ。はい。あかん全然タイミングが分かった。あれ？え？あれ？よし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 。スピン多い。スピン多。ちょっとやっぱりヘッド変わった振り感変わりましたね。あ、そうかそうかそうか。もう今ので分かりましたよ。ええぞ。言ってくれ。これええぞ。あかん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 。あ、スピン多いですね。スピン多いな。僕グローリーの方が合ってましたね。スリクソンやったらボール変えていうことにしようか。あ、でもやっぱりこれでいい ？X3 でいこうかな。これでいきます。はい。さっきの方が飛んでましたもんね。これはちょっと絶望的に語れへんな。ちょっとスピード減ったんちゃう？ええぞ。あかん。行かへん。行かへん。井之恵君の結果 299.9 ということで、はい、はい、プラス30ですね。はい、はい、僕はグローリの方が合ってました。残念。はい、じゃあ行きましょう。同じスリクソンで、はい、いきます。とりあえず330打てば、まあ、井之恵には勝てるわ。まずミューティーに負けるってことですね、うん。その場合はネックレス、え、新品プレゼントで。僕え、一番ケツの話じゃない。じゃあ行きます。もっとえぐい。怖い怖いもう。うわあ、ひどいな。やばいやばいやばい、おっとおっと、これやばいな。よう飛んでるわ。スピンがもうスピンすごいね、これすごいな。そのスピン減らすという力とかわからへんからな。このシャフトの未来もかかってるから。すげえかかってるな。じゃあ2球目いきます。あかん。ちょ待って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 、これはやばい、実にやばい、全然飛んでない。これどうなってんの。あれ、いやいや、4600やりすぎや。やば、追い込まれてる。さあラスト1球です。よく考えて打ちよう。いや、ということで、フランキーから視聴者の皆さん、漏れなく。え、その後のことがすごく怖いですけど。え、1名です。漏れなくとか。漏れなく。漏れなくって怖いですけど。漏れなくプレゼントします。はい、はい、概要欄の方にね、応募ホーム貼っときますので。
なんかプレゼントします。はい、はい、フランキーの私物を、はい、はい、皆さんぜひご応募いただければと思います。はい、はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、さよなら。ちょっとじゃあヘッド変えて、おまけでね。いや、僕打った感じはこのやっぱちょっとフック系なヘッドの方がこのシャフトは合うのかなって感じ。ミューティーにはその QI10 でよかったけど、そうですね、まあ、このシャフトの設計上おそらくまあこのグローレで開発してるみたいなんですけど、まあやっぱり結構しなるんで、ああいうまあちょっと右側のヘッドには相性があまり合わないのかなって感じがして、グローレで泣きのタイマー、泣きのタイマー、そうですね、泣きのタイマーやな。はい、ここでゲガテン勝利、よっしゃー、よっしゃ、一発勝負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 か。ハンデ30のまま、ハンデ30のまま、よっしゃー、いきます。めっちゃ捕まった。怪しいぞこれは。やっぱ全然動きちゃう。あかん。はい。よし。フランキーでもあれやんな。アップ段階でもそれを追ってなかったやんな。そうなんすよ。そうなんすよ。でも泣きの一発。勝ちたい。ちょっと痩せました？いや、痩せてないんよな。ちょっと背高なってます。高なってない。軽食ちゃう。ほんま？はい、じゃあいきます。右手伸びたな。いや、右手伸びに。ルフィちゃん、今日小顔っすね。誰が小顔や。眼科行ってください、眼科。刈り上げた？刈り上げてる。それはほんま。いや、打たして打たして、打たして、もうえぐい。ワンタッチした？いや、しないっす。なんじゃこの球。めちゃめちゃ上がってる。あ、高さで言うと一番出たな。あー、負けてるわ。結局負けたね。結局負けた、うん。スピン多いけど、3811、でもボールスピード82入れてるんで、うん、すげえな、すげえわ。相性はこれの方がいいかもしれない。いいかもしれない。ほんまに結局フランキーの負けということで、2個ね、2個よこれで。だからえ2敗したから。そう。2個なんかプレゼント、はい、あの使用済みのパンツと。いやいやいや、誰がいるね。誰がいるんですか。なんかプレゼントで、はい、はい、じゃあ、さよなら。結果、全員のサインボールになりました。はい、まだ書いてます。セットにしてね、あの高反発球ですね、ゼウスインパクト女子、こう、1個ずつ入ってるんで、これを2名の方に差し上げたいと思います。ご応募お待ちしております。はい。